今日はマイクロソフトティームズのチャットアプリの使い方で、ジズムでまずこれだけ使いこなしてほしい内容を話します。こんにちは、リンシグマブラックベッドのマイクネガミです。前回の動画で将来の仕事の仕方の標準になるマイクロソフトティームズの紹介をしました。Teams とはなんだという方は、まず上のリンクから前回の動画をご覧ください。今回の動画は具体的に Teams の何から手をつければ良いかを自分でも学びたいし、自分の周りも Teams を使っていけるようになってもらい方が対象です。Teams は自分の仕事仲間も使ってくると大きな力を発揮します。逆にこれが Teams の問題点で、使いたくても自分だけが使っていて、Teams に投稿しても他の人が見ていないし、返事も来ないと E メールでの仕事のやり方に戻ってしまいます。そこで今回この Teams の初めの一歩マニュアルを PDF ファイルで作りました。図解で PowerPoint 10枚分だけで読めば Teams をとりあえず使えるようになるよう工夫しています。これは無料配布で下の動画説明欄からダウンロードして他の人に送ったり印刷して渡して Teams をみんなで使えるようになってください。今回と次回の動画はこれに沿って話を進めます。最初になぜ Teams を使い始めた方がいいのかについて書いてあります。E メールだけ使ってた今までとこれからの Teams を使った仕事のやり方を対比して書いています。この内容は前回の動画で詳しく話しています。次がステップ1、チャットアプリから始めようです。Teams の画面左に最新情報、チャット、チームとアプリ名が並んでいます。その中のチャットをクリックして使うのが初めの一歩です。皆さんメールの確認や送受信に毎日どれくらいの時間を費やしていますか？送り先のメールアドを入力して、件名を考え、挨拶文、末尾の言葉も考えなくちゃいけません。しかも一度送信したら訂正できませんので、何度も読み返したりすることもありますよね。そもそも受け取るメールの数が多すぎますし、それでメール探しにかなりの時間を毎日費やしています。そこで軽い要件や簡単な質問などにどんどんこのチャットを使うのです。これがチャットアプリの画面です。この左の列に最近メールも含めてやり取りした人が一覧されますので、メッセージを送りたい人を選ぶか、もし一覧になければ上の検索ボックスで社内の人であれば名前やメールアドで簡単に探せます。そして下のメッセージボックスに件名も挨拶文もなく最初から本題を書いてエンターキーを押すだけです。もしメッセージ内で開業したいときはシフトを押したままエンターキーでできます。また下のアイコンから絵文字、ジフ、ステッカーなどを簡単に加えたり、スニッピングツールでコピーした画像をそのまま貼り付けることもできて、これで文字以上の感情表現が楽に楽しくできます。またご自分のフォルダーからファイルをメッセージボックスにドロップするだけでファイルを添付できるのです。次に Teams 内の通知機能をお見せします。他のユーザーからチャットアプリでメッセージを受けたらこうなります。この画面右下の通知をバナーといい、そのまま返信ができて超便利です。また左上のアプリバーに赤色で数字が出てくるので、ここで未読メッセージがあるのがわかります。ここの各ユーザーアイコンの色は、今の彼らの通信状態を表し、それを見ていつ誰と連絡を取るかを決められるのです。通常この色は自動で変わりますが、右上の自分のアイコンをクリックすると、自分の状態を手動で変えることもできます。ちなみに上の検索ボックスはとてもパワフルで、ユーザーだけでなく共有されたメッセージやファイルを探すこともできます。このチャットは手軽さゆえにお互いにガードが緩むと言いますか、文も会話口調になり、実際にチャットで会話が弾むことも多々あります。メールよりはるかに相手との距離が一気に縮まることを実感できますよ。その他の機能を見てみましょう。これは書式アイコンで、それをクリックするとメールのようにエンターキーで開業したり、いろんな書式を加えてメッセージを送れます。Teams 内にはいろんなところでこの点々のその他のオプションアイコンがあり、それをクリックするといろんな機能が使えますので、これを見たらクリックしてどんな機能があるかを確認してみてください。
しかも Teams も含めた Microsoft 365は日々進化していますので、その他のオプションの中身も進化していきます。またカーソルを各投稿の上に持ってくると絵文字で簡単に意思表示ができるので楽ですね。ちなみにここのその他のオプションから投稿を後で編集したり削除することもできるので、メールと違って安心して手軽にメッセージを送れます。その他の便利な機能で、例えばこの投稿を後で再読したいとします。その他のオプションでこのメッセージを保存するを選びます。すると右上の自分のアカウントアイコンをクリックして保存済みを選択すると、左の列に今まで保存した全メッセージを一覧で見れるのです。もう一つ便利な機能は、画面左上に矢印があり戻ると進むアイコンで、インターネットのブラウザーのように画面を戻したり進めたりできます。ご覧のように Teams では余計なボタンを極力減らして、その場面場面で使うボタンしか見せていないので、とても直感的に使えます。ですので周りの方たちに簡単に使えるよとお伝えください。チャットアプリでは文字メッセージの送受信だけでなく通話もできます。それ自体はクリック一つで簡単にできるので、その後いくつか便利な機能もご紹介します。メッセージと同じように通話をしたい人を選んで、右上のビデオ通話、音声通話、画面共有のアイコンをクリックするだけです。まず画面共有ですが、クリックするとどの画面を共有するかを聞いてきますので、僕のおすすめは左のデスクトップから画面を選ぶことです。これですとそのデスクトップに見せたいファイルを移動して切り替えて見せることができます。画面を見せるだけでなく、この制御を渡すをクリックすると相手が自分の画面を操作することができて、通話で伝えきれない細かな伝達ができ、共同作業もすぐに始めることができます。この機能により僕は必要な対面での面談数が激減しました。今日の最後はビデオ通話機能です。このアイコンをクリックして相手を呼び出します。相手が応答すると相手の映像が大きく出て、自分の映像が右下に出ています。自分のマウスを画面中央に持ってくるとメニューバーが出てきて、カメラをオフにしたり、自分のマイクをミュートにできます。ここにも共有アイコンがありますので、画面の共有をここからでもできます。その他の操作アイコンをクリックしてレコーディングを開始を選んで、このビデオ通話を録画して後で共有することもできますし、その上の背景効果を表示するを選んでみます。すると自分の背景をぼかしたり、いろんな背景に変えられます。これですと実施場所の幅が広がるし楽しいですね。僕の娘はこの背景で誕生会をやってました。今日の内容は今までの Skype for Business と似た内容ですが、 Teams の価値はこんなもんではありません。次回の動画で名前の由来でもあるチームアプリをやります。ネットでこの Microsoft Teams の日本語の情報がとても少ないですので、皆さん Teams についてどんどん質問をください。お答えしたり動画も作っていきます。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。また関連ビデオをクリックしてご覧になってみてください。それでは。